にどうも、はじまきよしろうですいや、立って喋るの最高だけど股間痛えわ。まあ、喋ったらさ、風呂入ってさ、で、風呂入ってまだお母さん帰ってこないかなって思ったらさ、まあね、やっちゃうかな。うん、いやまあね、昨日買ったポテト、まあ、ポテトね、残ってて、で、ポテトにね、塩振っても全然塩味効かなくて、アレンジしちまおうかなっつってチーズ出したね。で、期限切れてんの、消費期限で触ったらめっちゃ臭って思って、でもうすごい腹立った。もう知ってたけどね、だ本当に臭いじゃんって思って、でお母さんなんでああやって取っとくのかな、やっぱおかしいんだよお母さん、うちら全員病気だ。うん、なんかの全員おかしいんですよ、うちら、うちの家族やっぱおかしいんだよね。うん、うんうん、わきかいよ。人類は天で。あ、お腹痛いな。どうしようかな、冷房入れようかな、入れまいか。おなら出ない。全然出ない、おなら。なんで？あざっす。ノーベル賞門のへです。陰にしちゃったよ。で、癖。こう、ケツを叩くといいね。トリビアン、リズメディア。体硬いからできんけど。いや違う、T シャツがさ、T シャツチャイチーだしさ、今腹に入れちゃってんだよ。陰しちゃってんの。あざます。絶対誰も感謝してない。ん、俺が感謝したのか。あ、で、なんか褒めてくれたんだろうね。まあ、あざます。誰も褒めてないしね、別に。俺の汚い脇今見えたかな。へえ、いやちょっと汚いところもあるからな。見せちゃおう、汚いんだったらどんどん。うわ、思ったより汚かった。思ったより汚かったんでやめまーす。ああ、いいね。立って雑談するの最高。俺もね、腰痛いんすよ。ポキってね。ポキ言わしてね、ここら辺。フィギュアの可動部。は？は？フィギュアの可動部いっぱいあるわ。今のご時世、うん。ここしかないわけないやろ。うん、昔のもっとない。ここないやろ。首しか回らん。昔のやつは。昔のでも。タタンってことね。今日は楽しいね。あれ、親帰ってきた。はい、ふざけてます。あ、よろける、ダメじゃん。なんかそういうやつ、バランス感覚ゼロ、すごくね、お前よろけてんじゃん。え、脳の病気出たのそれ、やばやばいからおならしちゃおう。ちょっとおならするか。はい、あざす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 、ざす、あざす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 。あ、くさ、あ、くせ、へがくせ、くせいよ。俺、じじいになったら自分のへで泣くんだろうな。あの、涙もろくなってるのもあるし、じじいになってる頃にもっとへ臭くなってるからさ、へがくさいって言って。泣いちゃうんだろうね、俺は。うん、ジジイになったらもっと屁臭くなってるだろうし、ジジイになったらもっと涙もろくなってるし、今俺めっちゃ涙もろいんですよ。俺ワンピースずっと泣いてたもん。で、俺ワンピース泣きすぎてね、頂上戦争編泣きすぎて死にかけた、本当に。鼻が息できなくなって、あーってなってこう鼻が詰まってるからね、こういう顔するんですよ。まあ、こういう顔好きだからな、俺。で、ヒロトさんの顔のモノマネしてたら元気なくなっちゃった。ただ変な人になっちゃった。ヒロトさんの顔あるじゃん、変な顔するとき、あれのモノマネしてたらさ、元気なくなっちゃった。これ普通に笑顔ですよ、ふざけてませんよ、笑顔ですよ。うん、笑顔まで変顔だと思われたら困るな、何もできなくなるじゃん
いや、そんなわけね、何でもできるだろ、お前は。こういうさ、よいしょみたいな感じで、今のことで、パンパン、パンパン、こんなグループいたら嫌じゃない？第1回神砂嵐選手権、パンパン、ドーン、これでみんな笑ってくんないかな、笑ってくれないのかな、今のじゃ。もう死にかけじゃん俺。死にかけの小僧です。元気だけど死にかけです。変顔するとやばい、マジでやばい。あー暑いね、この部屋が。あーやばいな、運動している、体力がないからめっちゃ汗出てきた。だから風呂入んなきゃ。これ終わって風呂入って、で、すごいふざけてる。人生楽しそうですね、僕。そうです、楽しいんです。今絶賛ニートなんですけどね、多分ニートもそろそろ終わらない、終わんないで、仕事したくない、あ、仕事したくない。だから早く人気になって、だから俺も立って喋ったら絶対面白いでしょ。立って喋ってる方が俺面白いだろ。ほら、こんな動きちゃうんだよ。そんなすごい動きじゃないけどさ、こんな動きしたやつ絶対面白いじゃん。おい、面白いでしょ俺。虚しくなるね。うん、虚しいんです僕実は。あ、でもこれから座って喋るのやめようかな。絶対立って喋ってる方が面白いじゃん。ということでね、立って喋ることしました。あ、俺の汚い舌見えちゃった。あ、めっちゃ白い舌。臭そう。そうです、僕口臭いんです。あー、もう本当に困りますよ。まあでも俺めっちゃ臭いんだろうな実は。さっきなんかポテトのさ、ポテトアレンジして食ったからさ、めっちゃ芋が、何やってんだよ俺は。ゲイでもなんでもないからな、そんなんやったって。それが許されるのはハリウッドザコシショウさんだけでしょ、ね、ザコシショウさんそんなことしない。そのなんか計画性のないお笑いしない。うん、あれは計画性のある計画性のない面白だから。俺もちょっと何言ってるかは分からないわけではないです。分かっていますが。ああ、腰やられた。やられてないけど。え、それ言ったら本当にやられちゃうんだよね。言霊ってあるじゃん。だから、人気じゃない。お金が欲しい。いや、お金を稼ぐんだ。俺は自分の面白一つでお金を稼いでいきまーす。それでいっぱい無駄遣いしまーす。で、経済回しまーす。こんなハンマー裕次郎嫌だよね。ハンマー裕次郎なんかさ、細かパカー、この余韻みたいなさ、楽しんでる。この攻撃した後の余韻を楽しむハンマー裕次郎でした。やばいな。痩せないと本当面白いことできなくなるな。体力がなさすぎて。トリコのさ、釘パンチ一発分ぐらい使うよ、俺の一発ギャグ。カロリーとして。だからもうガリッガリだよ。ううってなってるよ。今のちょっとね、ちょっとしたね、ふざけでもね、今の釘パンチ3発分使いました。やっぱ太ってるってよくないね。体力増やそう、痩せよう。腰も痛いしさ、だ散歩始めなきゃ、そろそろやべえんだな。やべえんだな、俺。やっと気づいた。あれってやばい。だから、散歩する。やば。本当にやばいな。何も面白につながっていかない。何にも繋がっていかないぞ俺。うん、でもこんなんで仕事もらえてこないな。仕事来たってこんなことしなきゃいけないんでしょ。無理だよ。俺は適当にボーって出ただけだけです。嫌だな、仕事来たってどうせ受けれないじゃん。なんかそんなことしちゃって無理だよ。もうずっと黙ってようかな、仕事来ても。こうやってちょっとさ、腕の組み方をさ、ふざけてさ。もうめちゃくちゃ緊張してやろうかな。
やめよ、黒歴史になるから。俺の良さを何一つ生かさないで。やろうかな。でもテレビ出たくないんだよな。テレビ嫌いだから。熱っ、めっちゃ汗かいてきて動いてるから。あっちグー、シャムさんの真似でした。でさあ、ほら見て、膝掛けでさあって言ったけど何も始まんないけどね。許してくれ、許してくれティーキーです。どうもー、はじま行しろうです。行しろうです。にゃー、あー、今の絶対恋ダンスにあった。恋ダンスの中に絶対あった、今の動き、最後の動き。まず、手の中まず、手の中の空気まず、あー汗びっしょり。こんな疲れるんだ、本気の雑談って。どの角度が一番面白い。あー、ドキドキしてる。俺の分厚さみんな見せとくわ。あ、痛え、腰痛えな。あー、すごいいい音になるけど絶対腰痛くなるんだよ。やめさせてもらうわ、やめさせてもらいます。あー、やめさせてもらいますわ。ん、違うな。あー、やめさせてもらいます。ん、やめさせてもらいます。ダサダサ、やめさせてもらいます。やめさせてもらいます。いや、やめさせてもらいます。いや、漫才の終わり、終わりだけやっていこうかな。どうもー、やめさせてもらいます。もうそれだけずっと練習していこう、漫才の終わりだけ。やめさせてもらいます。なんかつまんないジジイ漫才師、うん、もう時代に取り残されたジジイ漫才師やるか。ジジイ漫才師の体として最後のチェルか。ああ、やめさせてもらいます。なんでこんな終わり方する。いやー、じゃあ、まあ、見えないの残念だな、みんなに。ちょっと下見せる。あ、汚いな。いいや、見ねえ見ねえ。やめさせてもらいます。これ全体図で見たら結構面白いんだろうな。やめさせてもらいます。あ、腰痛くないけど別に意識していかないと。あ、マジで俺運動して痩せなきゃな。わー、 T シャツピッチピチなんだよな。なんで俺こんなピチピチな T シャツ着てんだろう。なんでだよ。シャクシじゃないよ、手ブランブランしてるだけだよ。ほら、すごいねこれ。おいおいおい、なんもすごくない。何してんだ俺。原始人にこれ見せたって笑ってくれないよな、多分。多分こんな遊びしてるだろうな、原始人は。絶対してる。やってるわ、絶対。原始人のお笑いやっちゃった。あざっす。
原始人のお笑いでした。あ、くさ、壁くさ、壁くせえ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 壁くっさ壁くっさ壁くさ壁こそ壁くそ。ちょーん、ちょんちょんちょん。はい。はい、どうも皆さん、こんにちは。はじめきょうしろうです。はい、どうも、はじめきょうしろうです。お願いします。腰痛いんでね、ちょっと短に、やらせてもらいます。あ。何が見えたでしょうか。正解は手の甲でした。正解者にはなんと裁きを与えます。ちょっと面白い、普通に現金100万円とかでよかったな。裁きを与えます。んっげん。あー、この人の裁きってげんこつなんだね。あー、この人の裁きってげんこつなんだ。うん、しょぼしょぼぼぼぼぼぼぼおかぼぼぼぼぼぼじゃなくてね、うん、しょぼぼ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 しょぼぼ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 ぼしょぼぼぼしょぼぼぼしょぼぼ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 ぼ。いや、こんなことしてる動画あっちゃいけないよね。うん、普通こんなことしなくない？狂った人じゃん。精神病患者にカメラ与えてみた。レッツパーティー。あ、見えねえ。どうすんだ、こうやって出て。レッツパーティー。絶対今ので腰悪くする。痛え、膝、膝が痛いよ。もみ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 、はあ、はあ、はあ、股関節痛いよ。俺股関節痛いよ。今週のヒントはそれです。どうしようかな、やめちゃおうかな。いや、動画どうかはやめませんけど。あ、鼻水出ちゃった。鼻水出ちゃった。いってんだよ、こら。あ、めっちゃいい音鳴った。コトンって。ダメじゃん、そんな音鳴っちゃダメなんだよ。コリコリ言うてますわ、股関節が。あ、すごい汗かくな。あ、汗かくとこかこうとしたらさ、 T シャツ上にさ、あの、スティーシーっていうの？そのロゴが当たっちゃってさ、めっちゃうざいんだよね。ロゴの声つぐさ。なんか見せちゃいけないものなかった？ない。え、見えないみんな。どうしよう。どうしよう。どうやって見よう。なんか、トリック使えないか。お、見えないな。どうやって見よう。こう、こう。無理でーす。後で確認しまーす。なので今はね。こう。なんか汚くね。うわ、すごっ。肘汚っ。黒。いいねー。肘が黒い。すごくいいことだと思います。チャーン、
チャン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 本当に狂ってるじゃん。ダメじゃない。これが怖いんだよね。真面目にこんなことしてるところが一番怖いんですよ。そういう人なんじゃなくて、真面目にそれをさ、面白と捉えてやってる。だいぶおかしいですね。どうもー。ちょっとさ、カメラの角度がさ、変だから、いやもう今日はやめちゃおうかな。もっと上げられないから。全然上がってね。ハリウッドザック師匠さんには遠いな、ほど遠いな。あ、めっちゃ汗臭い俺。じゃあ。